どうも、シュダのジェリーです。今回、僕が紹介したい友達がいます、紹介したい侍がいます。こちらの方です、どうぞ。どうも、森田さん。大丈夫だよこれ。この部屋大丈夫なのかこれ。これ大丈夫です。訳あってこんな格好ですけれども、ただいま2人でツーマンライブを終えたところで、超楽しかったです。素晴らしいライブを森くんのおかげで、ありがとうございました。ありがとうございます、そこで9月の6日別冊歌会ボリューム35、誰かに届けたい人たちということで、森くんのちゃんと紹介してよ。森広隆くん。森広隆です。はい。こちらの方が森広隆くんです。今回初。そう、初。そうです。出場です。もう、はい、光栄でございます。本当にありがとうございます。実は前回の歌会も見に来てくれてるという。そう。いっぱい来てて、すごい盛り上がって。いやもう、多分ね、歌会に新しい風を吹かしてくれるんじゃないかなという。頑張ります。そんな期待でいっぱいでございます。風担当で。風係で頑張ります。はい。ねえ、ショートも初めて。あってどうですか。あ、初めてじゃないか。初めてじゃないの。前はファンブルで。あ、そう。そうだよ。そう。歌会の時も。あ、そう。ね。そう。はい。じゃあ、素敵な絡みになるんじゃないかなと思ってますので、ぜひぜひ、よろしくお願いします。森くん、最近の、なんか、リリース、はい。リリース、あ、5月20日に、7年ぶりの。かかったね。世間だね。世間だね。食べたね。プラネットブルーを発売しました。ぜひぜひ、聴いてみてください。よろしくお願いします。お願いします。またあワンマンライブがあるんじゃないの。ワンマンライブある。ワンマンはオーウエストで8月2日にやります。8月2日オーウエスト。ほら早くしないと売り切れちゃうよチケットが。ぜひぜひ見てください。売り切れちゃう前に行きましょう。よろしくお願いします。そんなことで、はいはい、あっこです。